じゃあ早速市場に行きますか。参りましょう、よろしいですか。はい、では、よいしょ、お願いします。よし、すごいケーキがいっぱいあって、これで、あれですか、いろんなモードが、これはあのここの切り替え、はい、押して隣のダイヤをぐるぐる回すと、あこれがあれか、燃費、はい、ちなみに燃費どれくらいなんですか。どれぐらいでしょうね、15くらい、5キロぐらい走ってる。15ぐらい。これ今 7.3 しか走ってない。7.3ですね。時間が多いですからね。なるほど。でも 7.3 って試乗車だって考えたらいい方です。これが、あれ。はい。まあ基本的になんかこれ見ながら運転したら面白そうですね。で、これがあれですか、はい、DCT で、7速 DCT。7速ですね。で、エンジンはこれスタート。はい、もうスタートかかってます。オンになってます。で、あれパーキングは自動で解除。自動で解除。ここでもう、はい、で大丈夫です。大丈夫ですか。したらじゃあ行きまーす、はい。アクセル踏むとパーキングですね。意外と軽い。そうですね。じゃあのタクシーと軽バン行ったら意外と軽いぞこれは。あれ、はい、いいですよ。グッと下げないといけないです。これ今モーターだけで動いてます。おで、はい、今かかりました。あ、これでエンジンかかった。全然ガクンとかなんないですね。なんないですね。これがノーマルですか。今ノーマルです。ダイナミックにすると、はい、モーターだけで動くモードはなくなっちゃうんですね。あ、そうなんですね。止まるときもヒューンって言ってますよね。なんか改正してる音がしますね。でもなんか変な手応えはないですね。あ、そうですね。自然、はい、全然自然。でこのマイルドハイブリッドでモーターだけで動くのがあるっていうのはなんか初みたいですね。世界の珍しいですね。はい、どうですか、そこに白バイのマーキングが。あ、本当だ。ありますね。静かですよ。静かですね。これで 1.5 リッタープラス20馬力のハイブリッドってことですね。あのジュリアとかステルビオみたいに、はい、ああいうハンドルのクイックサムのはこれ引き継いでるんですか。ステアリングのギア比は相当に速いはずですね。はい、はい、トップ速いそうなところで左に入ってます。はい、信号ですね、左に。はい、ボディはね、軽々と機敏。あ、ハンドル軽。今モーターだけで発進して、あ、そうですね、17キロぐらいのとかかりますね。ああ、これでエンジンかかってるんだ。音でわかるけど、別にガクンってならなくてもいいし。そうなんですよね、ガクンとは普通ならないですよね。でしかも音もね、そんなに大きく音が切り替わるってわけじゃないから、うん、はい、外にいたらあの動き出しとかの時ってプリウスみたいな、ああいうなんか独特の音するんですか。どうなんでしょう、するんですかね。ウィーンって。あ、はい、そんなか、あの、ね、あれでも法律で義務付けられてるんじゃないですか。そうですよね。出さなきゃいけないんですよね。はいはいはい、静かすぎちゃうから。これで、はい、今 DN ノーマルですよね。はい、ノーマルです。これを回します。はい。わかりましたね。はい、お、わかった。わかりますね。なんかちょっと武田。これ演出ですか。そもそもダイナミックだとモーターだけで走るモードがないので。ああ、なるほどね。違う、全然違う。あ、違う、ちょっとやる気にの、はい、出だしだけでも違うそうですね、出だしだけでも違うと思います。
心なしかさっきより排気音がしますね。うん、します。する。頑張ります、ね。だって今入れただけでブンってこう振動っていうか、頑張りました。あとそうですね。うん、ハンドルがちょびっと重くなったりとか、これでシフトダウンするときがなんかちょっと大げさにやってくれるようになったりとか。なるほどですね。これ走るの面白いですね、はい、走りが面白い、そうですね、面白いと思います、うん、ボディがすごいしっかりしてる。やっぱそうです、これ元はジープのコンパスなんですよね、うん、そっかそっか。でジープのコンパスの特にボディの後ろ側を、はいはい、こう補強を入れて剛性アップさせて、そう、合成感がすごい高そうなんで、はい、山道、面白そう。面白いですよ。これ峠も攻められるかもしれない。そうですね。そのものは足回り含めてかなり安定志向に作ってるんですけど、電子制御は、ここ左にお願いします。電子制御が介入してくれて、割とスッと曲がってくれるみたいな。なるほどね。そういう感じですね。まあでもそれがあるからね。比べてどうですか。車幅は同じってことですか。見切りはこっちの方がいい。こっちの方が小さく感じますよね、幅で言うと、ハンドルが軽いから運転が楽、これ自分の車戻った時のすごいギャップ低くなって重くなって、やっぱここ右に、はい、お願いします。147よりも軽く感じるかも。実はこれ重量1630キロもあるんですよ。あ、そうなんですか。1630身軽だ、全然。飛行機の UFO より軽い。は軽いですけど、でも 2.2 だったら1580か90ですね。でも軽く感じます。軽い軽い。信号を左にお願いします、はい。これは運転しやすいわ。これ左ですね。これは運転しやすい。これ一応あれですか、はい、ダイナミックでも充電はしてるんですか。あ、充電はしてると思います。してるんですか、はい。このバッテリーは、走行することでしか、エンジンかけることでしか多分充電ができないと思うんですね。この30って何ですか。これはですね、速度標識をカメラで読み取って、読み取ってるんですか、はい、すごい。アダプティブクルーズで走ってる時なんかは速度標識、速度変わる、制限速度変わると変わりましたよって表示されますね。あ、いや、これボディサイズの割に本当に運転しやすいね。やばい、なんか国産車と同じ感覚で運転しちゃうかも。気構えとかなく普通に運転できちゃう。ステルビオって何センチでしたっけ、はい、ステルビオは幅が190ですね。90か、7センチ狭い。でもなんか狭さはそんなに感じないですよね。感じないですね。逆にね、こんだけ広いじゃない、このスペースが。でも狭さ感じない。下のえぐってる。あ、ほんとだ。うまいですね、これ。うまいね。パドルでもう普通にできるんですか。できますね。これがこうすればマニュアルモードですし、デーって入れてデーって入れてます。どっちでもドライブのままでも一応操作を受け付けてくれます。あ、マニュアルモードしてみましょうか、はい、ここはまっすぐです。はい、3速です。自動で、はい、
あ、ごめんなさい。ブレーキグッて踏むと効きますね。効、はい、きますね、で普通に踏んでる分には普通、カックンブレーキでもないし、あ、カックンにはならないなんないね、はい、これあのジュリア・ステルビオもそうなんですけど、はいはい、ブレーキバイワイヤーなんですよね。ペダルとブレーキのマスターシリンダーってつながってないんですよ、はいはいはい、カックンにはならないけど、はい、効かせるときには効くっていう感じですね。そうですね。で安全、その安全運転支援システムみたいなのもあるわけでしょ、はい、そうです、高度運転者支援技術レベル2レベル2当たる感じですかね。車線逸脱とか、そうですそうです、はい、ここで言うとなんかハンドルの絵が赤ですね、書いてありますけど、うん、これは、まあ、高速でしかほぼ使えないですけど、はいはいはい、この車線を読み取って車線の真ん中を走ろうとしてくれるので、うん、手放しはダメですけど、ね、はい、まあ、基本的に走ってくれますね。あ、そっか、マニュアルモードなんだ。音いいんですよね。あ、音いいね。あ、ハンドルクイックだわ、やっぱ。ハイブリッドなのにこんな音いいっていうのがないですね。確かに。ここがつまんなくなっちゃうのかなと思ってたんですけど、はい、 そんなことないですね。シフトダウンやってみて。おお、すごい勇ましい。動作も滑らかですし、そう、動作ね、はい、なんか変なギクシャク感とかないですね。ないですよね。これは売れるわ。アルファロメオがハイブリッド作るとこうなるんですね。なるんですね。これはいいわ。あのマイルドハイブリッドなんで当然といえば当然なんですけど、あの勝手にエンジンがかかったり止まったりとかみたいなのがないので、はいはい、ちょっとこれ左ですか。はい、ここ左ですね。自分で動かしてる感がありますよね。あるある。あ、はい、なるほどですね。これはいい。音は可愛いですね。音はそうですね、ジュリアとかなんかまた違いますね。うーん、159ぐらいはあれ多分リレー、あ、ですね、リレーの音ですよね。あ、カチカチ、はいはい、これ音つけてますからね。なるほどね。これ試乗した人がやっぱり欲しくなる車だと思う、だから売れるんじゃない、やっぱり。ステルビオとかジュリアとかいい車ですよ、いい車だけど、こっちの方がなんていうの、 SUV を初めて乗る人とか、なんか今までちょっと運転でかい車運転しづらいしなとかって思う人、これだったら全然運転苦にならないですもんね。道理がいいしね、何しろ運転しやすい。そうですね、運転しやすいですね。運転しやすいですね。でバックするときのあのこうモニターねとか、あるのいいですよね。あ、そうですね、うん、あのアルファロメオでは初ですかね。ねえ、まあ、本当にいろんなところが電子制御で、でも不自然じゃなくて不自然じゃないし、ね、滑らかでいいですよね。うん、逆に言うとあの1号機の価値がすぐさらに上がるかなと。そうそうそう、あっちはアナログで作っててやって良い車ですからね、うんうん、こういう DNA 切り替えとかなくて、ね、だって昔はアルファ乗りはこういう切り替えは自分の頭の中でやったもんですからね。うん、で1号機まではパワーステアリングも油圧ですよね。ミト以降は電動ですけど、ああいうアナログで味がいいアルファ1号機が最後ですね。あ、なるほどね。これがダイナミックですね。今ダイナミックですね。で戻してみましょう。そうですね、はい、これちなみに A って何ですか。 A はアドバンスドエフィシェンシーモード。おーエコモードらしいです。エコモード、はい、おー、エコバシッ、反応が随分変わる、おとなしくなると。あ、そうなんですか、は
いやこれ芸が細かい、これグリルのあれでしょ、なんかそういうことなんですかね。ねえ、あ確かに重い、はい、重いっていうかアクセル回路に比例しない。全然かかんないですもんね。うん、あ今これあエンジン止まってるんですね、はい、マイルドハイブリッド恐るべしバイアルファ、よくわかんないけど、あでもつまらなくなくなってます。味付けしっかりしてるからね、ちゃんとこう、うん、アルファ好き心くすぐるところ、そうですね、はい、アルファそうですね、エンジンで動くんじゃなきゃ嫌な人がでもこのハイブリッドだったら全然嫌じゃないかな、これだったらね、うん、これ左、はい、ここ左行きます。あ、まあ、どっちからでも帰れるんです、はい、大丈夫ですよ、そのままジャンプすぎちゃいましょう。あらあいいですね、そのまま次行きましょう、まっすぐ、はい、じゃあ青かですね、はい、まあでも街乗りだったら別にこのエコモードでもこういう、はい、なんていうストップアンドゴーが多ければそんなにそうかもしれない ね、気にならないかも。今ちょっとなぜか充電が減ってきたので、なんでしょう、今は止まんなかったですね、エンジン。なんで減るんですか。あのなぜでしょうね。エコモードなのに電気ついてるから。あ、そうじゃないか、出ないですもんね。装備品は 12V で動いてるので、 M ヘブのバッテリーで動いてるわけじゃないんですね。なるほどね、はい、このヘブのバッテリーはちなみにこの後部座席の足元ぐらいの真ん中ぐらいにいますね。あ、はい、それもいいんですよね、はいはい、あの重心が下がる、あなるほどね、あと、はいはい、前後の重量配分がだいぶ改善されてると思いますので、はいはいはい、なるほど。あそうか、ブレーキの踏みが強いとエンジン止めないですね。回生ブレーキで、ええ、充電するんでしたっけ。なのでゆるゆる止めると回生ブレーキが効くと思います。あのフットブレーキ強く使うときはエンジン止めれないんじゃないかなと思います。うーん、はい、分かりました。まとめましたよね。はい、ゆるゆる止めてあげると回生制動するので、バッテリーに電気が溜まっていくと思います。したら、はい、あれですね。いわゆる巷でいう安全運転をすると、はい、電気が溜まっていくわけですね。はい、早めにブレーキかけてゆっくり止めて、はい、みたいなね。これあの EV とかでそうですよ。あの緩い減速度の時は回生ブレーキだけで止めるので、このトナーレって、はい、HV ハイブリッドだけじゃないですよね、ラインナップ本国だと。ガソリン車もありましたよね。イタリアはどうかわかんないです。ちょっとですね、一応ガソリンだけで走るやつもどこかのシムケチであるんですよね。あるんだ。ディーゼルエンジンのやつもあるんですけど、はいはい、日本にはハイブリッドしか来ない。ハイブリッドだけ、はい、エンジンだけ、ガソリンエンジンだけは多分アメリカ向けとかのはずです。あ、はいはいはい、充電がなんか減ってっちゃって、ね、減ってってますね、うん、ストッパーの方が多いからですかね。なぜでしょう、なんでだろう。これゼロになったらどうなっちゃうんですか。エンジンだけになっちゃう。そうですね、エンジンだけになっちゃいますね。これあれですよね、バッテリーだけでも動くんですよね、はい、バッテリーだけで。あ、そうですそうです、ね、サイドミラーも見やすい。スピードメーターの下の、 あの給油口のところの数字って、はい、残あのこれあこれオドメーターです。オドメーターですか、はい、なんかさっきいきなり増えた。あのね、オドメーターの動きがない。じゃあ違うかもしれない。減った。あ、じゃあそれ航続可能距離なんですかね。そうですよね。でそのね、数字が変わるときがなんかすごい面白いんですよ、ね、面白かったね、うん、なんか
演出が変ね、一瞬で変わるんじゃなくて、ね、演出があるのなのかな。あ、本当ですか。数字の変わり方がすごい面白い。1号機でいうところの、あの距離がデジタルなのに、あのアナログみたいに動いてるみたいな、ね、そういう、なんていうのかな、演出っていうか航続可能距離か。さっきの579とかあったんですけど、あ、やっぱこういうトロトロ走ってるとで、はい、で電気使っちゃうんだ。減ってってるもん ね、どんどん、こうやってモーター使うばっかりで充電されてないですから ねこう電子機器がの信頼性、はい、っていうのがどうなんですか。どうなんでしょうね。どうなんでしょうか。始まったばっかりでまだ納車がスタートしてないので分かりません。これだけのあれですよね、ええ、電子化っていうのを、はい、が進化してるとよっぽど自信があるんでしょうね。そうですね、あとただそう ジュリアとかは後ろにバッテリーいますからね。あの、うん、充電の効率自体もあんまり良くないはずです。遠い、はい、あ、そうです、そうです。だってこう電気って大体車の前で使ってるのに、うん、バッテリー後ろってちょっと効率悪いですね、うん、なるほどね、はい、あのマイナスアースじゃないですか、うんうん、はい、どういうことですか。あ、今ついてますね、あの電気の稲妻マークが点滅します。これは何ですか。充電してますよっていうことなんだと思うんですけど、一応かけてるだけでもするはずなので、エンジンかけて充電してないんだ、はい、たまにその航続可能距離がね、あの伸びた、そうそう、今伸びてますね、479になったね、ぴったり増えたり、バッテリーがチャージされると多少増えたりするのかもしれないですね、うん、もっとこう速度が上がってくれないとたまんないんでしょうね。そうですね、ええ、あとそうですね、アルファで初が、これ初ですよね、縁なし。ああ、本当だ。iPhone みたいですね。あ、そうですね。3社とか増えましたけど。保持してますね。保持してますよね。さっきあそこでハーさん抜いちゃいましたもんね。うち、ん、抜かれた。そうそうそう。最初打ち抜くだけだったらいいんですけど、ええ、うん、なんかふかしてる。ふかしてない。ギアを一気に落としてふかしてる。なんだよ、と。打ち抜くのにも程があるぞ。柄悪い人みたいな。これがハイブリッド。アルファロメオの、アルファロメオのハイブリッド。はい、よくできてる。感心した。市販車では初ですね。感動しました。全然余談ですけど、大昔アルファロメオってモーターで動く車作ってたことあるんですよ。え、そうなんですか。はい、なんとトロリーバスを作ってました。トロリー？あ、そうなんですか。あの昔黒部ダムとかで走ってた。あ、はいはいはい。あのナポリの街って多分今でもトロリーバス走ってるんですよね。アルファロメオのマークついてる、あ、この前あのワンボックスカーみたいなのあって、あのハイエースみたいな、あー、あー、はいはいはい、なんだっけな、F1 とか1とかですね、はい、そうじゃあここで一周ですね。あれはなんか、はい、本当かどうか知らないですけど、そういうワンボックスとか作ってたのは、はい、一応アルファはあの頃国策企業だったから、なんかそのそういう意味でそういう実用車も作っとかなきゃなんか立場上まずいんじゃないのって言って作ったとかって、うん、まあ国営ですよね。国営ですよね。ほぼ国営。そうですね。味がありましたよね。ありましたね。なんかね、銀行強盗が使う昔の映画に出てきた、ね。そう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 。いやー、でも面白い、いい車ですね。これはいい車ですよね。この乗り心地も、あの20インチのホイールとかついてて、あの変形タイヤ入ってるとは思えないですよね。そう、20インチ入ってる割には全然ね、なんか私に取られないですね、うん、あ、そうですね、取られないですね、
なかなか良かったですよ、はい、1号機ラックエンドダメになってくるとすごい取られますよね。うん、あ、そうなんですか、ええ、じゃあうちらダメかもしれないあれ、そう、やっぱ力かかってるから。ただいまこういう車庫入れたら隣止めてみてください、はい、上から見てる、うん、これも絶対まっすぐ止まるやつでしょもう自分にプレッシャーかけましたねこんなもん、あ、こんなもんですか、もうちょっと下げて、あ、じゃあこれぐらいにして、はい、トランク、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。これ引かなくて大丈夫、これでもう大丈夫、はい、入れればこれも完成です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。かっこいい。やっぱこういうところだな。かっこいい。どうもありがとうございました。どうもです。感動しました。一応カタログもいただいていいですか。カタログないんですか。ないですよ、あの。ネットで見てくださいになっちゃったんですね。全部。あ、そうなんだ。ちなみにこの車お値段おいくらになるんですか。これは、あ、もうこの売り切れちゃったやつですけど、はい、578万円で、込み込みだとおいくらになるんですか。640ぐらい。おお、すごい。ベローチェがそれよりも10万アップ。うーん、650、60万っていう感じですね。まあ本当に欲しい方はいろいろ相談に乗っていただけるんですよね。ね、ぜひアルファロメオ調布こちらの方に来ていただいて、足を運んでいただいて、トナーレさんをお借りになっていただけると僕も嬉しいです。